東京電力株式会社は1925年から1928年にかけて存在した日本の電力会社である。当時の大手電力会社東方電力が東京進出を図るべく設立した。前身は山梨県での水力開発を目的に設立された早川電力株式会社と 群馬県での水力開発を目的に設立された群馬電力株式会社の2社。東京電力は両社の合併により設立され、東京において明治期より存在する東京電灯を相手として激しい需要化争奪戦、通称電力戦を展開した。東京船以外にも神奈川県、静岡県、山梨県を中心に供給区域を広げたが、1928年、 電力線の末に競争相手の東京電灯との合併が成立、同社に吸収され消滅した。その後の再編で東京電力が経営した発電所や供給区域は東京電力と中部電力に継承されている。東京電力株式会社は1925年3月に早川電力と群馬電力の2社が合併し成立した電力会社である。本社は 東京府東京市麹島地区。明治時代から東京を地盤に営業する東京電灯が東電と通称されたのに対し、後発の東京電力は東力と略される。前身の早川電力は、社名にある早川の開発を目的として1918年6月に設立。浜松市をはじめと留守静岡県西部に供給したほか、東京市などにおける 電力供給許可を得ていた。一方の群馬電力は1919 19年7月に設立。群馬県を流れる利根川水系あずま川を開発し、主として神奈川県川崎市一帯の京浜地区に電気を供給していた。この2社を結びつけたのは、戦前期の大手電力会社、五大電力の一つ、東方電力である。1923年から翌年にかけて、 早川電力、群馬電力の双方を参加に収め、1925年に両者の合併を主導して、東京電力を成立させた。東方電力が経営を握るとともに、安田財閥が金融面で講演していた。供給区域は1926年に静岡県の電力会社静岡電力を合併したこともあり、最終的に東京府と神奈川、群馬、山梨。 静岡、愛知の5県に拡大した。また、供給事業以外にも、群馬県内において、電源開発に関連して、全長2 1トルの電気軌道を経営した。群馬電力が1924年に、あずま軌道を合併したために、県営事業となったものだが、本業の電気供給事業に比べると、事業規模ははるかに小さい。東京電力の供給区域は、 関東地方を地盤として五大電力の一角を占める東京電灯の供給区域と東京府内及び神奈川県の一部において重複していた。同社との競合関係は群馬電力の時代から生じていたが、東京電力が東京市内とその郊外に広がる工業地域に対して1927年1月より電力供給を始めると、 大口の電力需要化を互いに奪い合う激しい電力線へと発展した。東京電力では着実に供給を伸ばしたものの投資額に見合う水準には達しなかった。対する東京電灯でも業績悪化に直面する。同年3月に昭和金融恐慌が発生したこともあり、両者の需要化争奪戦の行く末を危惧した金融機関の代表者が仲介に入り、 1927年12月に合併契約の締結に至り、電力線は集結。翌1928年4月に、東京電力は東京電灯に合併されて解散した。東京電力の供給区域や発電所はその後の再編を経て、大部分が戦後東京電力に継承されたが、静岡、愛知両県には中部電力に引き継がれた部分もある。一方、 運営していた、軌道路線は、東京電灯によって廃止されており、現存しない。以下、東京電力の遠隔のうち、全身会社早川電力、群馬電力の遠隔について記述する。ただし、両社の電源開発については、下記電源開発の推移にて別途承述する。東京電力の前身の一つ、早川電力株式会社は、1918年6月28日に、 創立総会が開かれ発足した。設立時の資本金は800万円。設立の目的は、山梨県南部を流れる藤川支流早川の水力2万3000馬力を開発し、それらの水力発電所からの電力を静岡県内へ供給することにあった。当初の社長は、富士製紙の社長でもあった、久保田志郎である。設立当初の早川電力は、 株式の過半数を富士製紙が保有していた。同社は明治中期に設立された製紙会社で富士川下流域の静岡県富士郡にて製紙工場を創業。製紙工場への電力供給を目的として1907年11月に富士水電を設立後に進出した北海道でも電気事業を営み1919 19年10月に富士電気を設立するなど 各地で電気事業に関与していた。久保田は富士製紙の社長職を1919 19年5月に尻溶き大川平三郎に譲った。大川の下での富士製紙は北海道やガラフトに事業の中心を移し、早川電力の株式も手放したため、早川電力に泊まった久保田はその責任上その経営に集中することとなった。社長以下の経営主能として、 専務取締役に森田和夫が就任した。森田は東京帝国大学出身の電気技術者で九州水力電気技師長を務めた後1915年より富士製紙電機部長兼技術部長であった。その他の取締役には穴水洋奈々、白尺、添島道正、久野正一、前田米蔵がいる。本社は東京市内に設置。 1918年7月26日付で、富士製紙、日英水田に対する電力供給並びに、電気化学工業を目的とする電気、事業法巡用事業の認定を、停心症より得ている。設立なった早川電力では、早川開発の第一期工事に着手するが、有利な供給区域を持たないため、日英水田の合併に踏み切った。 日英水田は1911年に設立され、静岡県西部の浜松、島田地区に供給していた電力会社で、早川電力と取締役の一部が重なる。1920年2月4日に、低身省から合併認可があり、同年3月15日の合併報告総会を持って手続きが完了した。日英水田の資本金は300万円で、 合併に際指導者株主に対し一株につき、早川電力株式を一株ずつ交付したため、早川電力の資本金は300万円増の1100万円となっている。さらに1922年2月25日合併認可、4月12日合併報告総会という手順で天竜電力、福田電力、東園電機の3社を合併し、 静岡県西部での供給区域を拡大した。三者合併後の資本金は400万円増の1500万円である。もう一つの前身会社である群馬電力株式会社は1919年7月5日に資本金700万円で設立された電力会社である。群馬県を流れる利根川支流あずま川における水力発電を目的とした。あずま川は 途中で白車川が流れ込む影響で水質が酸性を帯びており、工事への懸念から県内の他の河川にて水力発電計画が浮上する中でも計画が立てられず取り残されていた。群馬県出身の実業家、田島達作はこのあず川に目をつけ、1906年にあず川下流の水利権を取得する。開発にあたっては安田財閥が講演となり、 群馬電力の設立に際しては、安田善三郎が2万株、善三郎が社長を務める京浜電気鉄道が、同じく2万株を持つ筆頭株主となった。社長には、安田善三郎、副社長には、田島達作、専務には、安田系の小倉沈之助がそれぞれ就任。安田家から社長が出されたのは、同家の管理によるもので、実際の仕事は、田島や、 全部の小倉に任されていたという、本社は東京市内に置かれた。群馬電力は、東川において、家内発電所の建設を計画していたが、同発電所の放水を利用する、発電所を別個に建設すべく、東電気株式会社という電力会社も、設立されていた。同社は、資本金は500万円で1920年6月1日に、設立。 安田善三郎が社長、小倉沈之助が専務となり、田島達桜が取締役に名を連ねた。株式払い込みの都合上別に設立された姉妹会社であり、群馬電力では同年6月21日付で合併契約を締結し、11月5日合併報告総会を終えて合併手続きを遂げた。 合併後の資本金は500万円増の1200万円となっている。なお合併報告総会後に経営陣の改選があり、安田善三郎に代わって安田善五郎が社長に就任した。あずま電機に続く合併は、あずま機動株式会社であり、4年後の1924年4月29日付で合併契約を締結、10月27日合併報告総会を 終えた。同社は、あず川にそうしぶかは、中野城間の電気機動事業と中野城地区の電気、供給事業を経営する会社である。したがって、群馬電力も合併後は、電気機動事業経営となっている。合併後の資本金は千二百二十五万円であった。群馬電力初代副社長、三大社長、田島徹作早川電力初代社長、久保田史郎前進二社のうち、 先に東京進出を果たしたのは群馬電力であった。同社は当初から東京方面への送電を想定しており、東京方面と発電所周辺に供給しつつ、発生電力の過半を京浜電気鉄道へ供給する計画を立てていた。東京、横浜間の電気鉄道を営む京浜電気、鉄道は群馬電力と同様安田財閥系の企業であり、 電力供給を受けるのを前提に、群馬電力設立時から、その大株主であった。役員も一部重複しており、群馬電力の役員に名を連ねる青木翔太郎、小倉沈之助、宮口武雄は、京浜電気鉄道の役員でもある。この京浜電気鉄道の事業とは別に、群馬電力は1920年2月6日付で、電気供給事業の許可を受け、 神奈川県吉珠郡川崎町は加ご村に電力供給区域を設定した。1922年7月4日、群馬電力は京浜電気鉄道との間で同社が県営する電灯、電力供給事業を譲り受けるという事業買収契約を締結した。この事業は京浜電気鉄道が鉄道沿線の東京府江原郡大森町、 鎌田町や神奈川県吉珠郡川崎町、鶴見町など、計21町村にて経営していた事業で、その開業は1901年に遡る。この内江原郡川全域と、吉珠郡側の一部は、東京電灯の供給区域と重複しており、従来供給用電力を購入していた、桂川電力が1922年2月に、東京電灯へ吸収されると、 電力の購入先と供給が競合する状態になった。鉄道事業への投資集中もあって、京浜電気鉄道は供給事業の東京電灯への譲渡を一旦決定したが、これを安田財閥などの開催のため覆し、群馬電力への譲渡に転換した。譲渡価格は東京電灯との契約価格より50万円高い550万円である。 方針転換について一部株主、役員から強硬な反対運動があったものの、翌1923年5月1日付で事業譲渡が完了した。この間の1922年12月、加内発電所の運転開始を受けて、群馬電力は開業している。一方、早川電力は、日英水力電機の事業権利を継承することによって、 東京方面での供給区域を獲得した。この日英水力電機というのは1906年に計画された電力会社で日英同盟の抗議から日本とイギリスの提携による大井川の共同開発を目論んだが実現せず日本側が設立した先日の日英水電という別会社によって計画の一部が完成するに止まっていた。日英水力電機は 大井川水利券のほか東京市内や、付近主要町村への電力供給権も保持しており、早川電力では1921年7月に、日英水力電気株式会社発起によりこれら、水利券、電力供給権を譲り受けた。前年の日英水電合併が、日英水力電気からの供給権買収の前提であったという。各市で東京方面への足掛かりを得た。 早川電力は、早川におけるクレツボ発電所と静岡県下及び、東京方面への総変電設備建設を第一期工事とし、事業に着手。1923年6月、このうち発電所と静岡県下の総変電設備を完成させ、7月中旬より送電を開始した。残る東京方面への総変電設備は、クレツボ発電所から川崎及び、 東京郊外の都市に設置する変電所まで約140マイルの66キロボルト送電線を仮設するという計画で同年10月の完成を目指したが9月1日に関東大震災が発生して行き詰まった松永安左衛門東京方面への供給計を持つ早川電力、群馬電力の両者を関東大震災後に相次いで支配下に収めたのが 東方電力株式会社である。同社は、愛知県の名古屋伝統や福岡県の九州、伝統鉄道などの電力会社の再編により、成立した当時の大手電力会社で、本社を東京に置くが、中京地方や九州地方を供給地盤としていた。伊丹屋太郎が、社長、松永安左門が副社長を務めていたが、実際には松永が主導する会社である。 東方電力は成立の過程において天竜川に発電所を持ち、浜松方面へと電力を供給する天竜川水力電気を合併し、日本学器製造などの工場に対して供給しており、浜松を含む静岡県西部に供給する早川電力とは一部で競合する立場にあった。そこで、東方電力では早川電力ととの関係強化を試みたものの、 関東大震災以前の段階では、気がこなさず実現していなかった。ところが震災で、早川電力の事業が行き詰まると、早川電力側から、取締役の前田米蔵が松永に話を持ちかけ、関係強化の話が具体化されていった。そして1924年3月、東方電力は早川電力について、早川電力側の内容整備を待って3年以内に、 九州合併すると決定した。1924年3月12日、資本金1500万円にて、早川工業株式会社が設立された。東方電力の出資によるもので、これを早川電力に合併させて、同社の株式を取得することが設立の目的であった。早川電力側では、同年3月31日の臨時総会にて、早川工業の合併を決議する。 この時、前田米蔵他2名を残して役員が辞任、東方電力から新社長の松永安左衛門とその他3名が役員に送り込まれた。同年6月27日、早川工業の合併が完了。合併により、早川電力の資本金は倍額の3000万円に増加するとともに、東方電力が過半数の株式を保有する大株主となって、 その支配下に入った。また同時に、田中徳次郎、角田正隆の2名が、常務に就任している。東京進出を狙う、東方電力は早川電力との交渉を進める。一方、同社だけでは既存の東京電灯に対抗できないと、見て、早川電力が安田銀行から融資されていた関係で、安田系の群馬電力にも着目。松永安左衛門が、 安田銀行副当取、結城と太郎に直接交渉を持ちかけて、群馬電力との提携を先に成立させた。群馬電力は当時、京浜電気鉄道からの供給事業買収に失敗した東京電灯と対立し、料金値下げや送電方法改良などを実施した東京電灯に競争を仕掛けられており、資金を借り入れつつ交戦したものの、不況もあって業績が伸び悩み株式の 払い込み緊張収も困難な状況にあった。東方電力との提携の結果、1923年12月25日の株主総会にて松永と福沢桃介が群馬電力の取締役に当選、安田善五郎に代わって副社長の田島達作が社長に昇格、松永が公認副社長に就任した。 また病気辞任した小倉鎮之助に代わり宮口武雄が専務についている。1924年4月、早川電力によって建設中の東京送電線が沼津まで完成。7月には川崎までの全線が完成し、早川電力も東京方面への送電を果たした。また、早川電力から群馬電力への電力供給も開始された。以下、 東京電力の遠隔のうち、会社設立から東京電灯の合併までの期間を中心に記述する。東京電灯第8代社長、若尾明八早川電力や群馬電力が進出を図った東京は、日本で最初の電力会社東京電灯の地盤であった。同社は1887年11月に東京市内での配電を開始した。 日本における電気供給事業の先駆者である。明治末期になると、水力開発の活発化と政府の電気、普及促進政策により、東京電灯以外にも、複数の事業者が東京市内へ進出するようになる。明治末期に許可を得て対象までに開業する、絹川水力電機、桂川電力、稲葉城水力電気トネ発電などの会社が該当し、後に、 早川電力に引き継がれる日英水力電機も明治末期の1908年に事業許可を受けている。これらの会社と東京電灯は市内供給について直接競合することはなかったが電灯供給の許可を得て1907年に開業した市営電機事業及び1913年に開業した日本電灯は東京電灯に対して構成を仕掛け市内で 激しい伝統需要家の争奪戦を展開した。3事業者の競争は1917年に停戦協定が交わされるまで続いた。対正後期から東京電灯は積極経営を展開する。かつての競合会社日本電灯や電力供給元の稲わし水力電気などを相次いで合併し東京市内に供給権を持つ 電力会社を絹川水力電機と未開業の日英水力電機を除いて統合したのである。合併の結果、関東大震災前の時点で、東京電灯の資本金は2億5800万円に達し、供給区域は関東地方一帯に拡大した。1923年9月の関東大震災では、変電、配電設備及び営業設備を中心に被災し、 需要家の理財で需要の激減をきたして特に伝統、供給では震災前の水準に回復するまで2年余りを要した。一方震災を機に工場電化が進んだことから電力需要はかえって増加し震災から1年で震災前の水準に戻っている。震災翌年から東京電灯は事業の拡張を再開、京浜電力や富士水、 電を合併したほか1926年には帝国電灯を合併した。帝国電灯の合併をもって資本金は3億4572万4000円に膨らみ、関東以外にも山陰地方や北海道、カラフトにも供給区域を持つに至った。大正後期からの拡張時代に経営を担ったのは社長の神戸巨一。1922年には副社長に 若尾明八月期、期1926年に神戸が死去すると公認社長となった。神戸、若尾ともに公衆財閥に属する実業家である。大道電力初代、福沢桃介大将後期、東京電灯が関東を中心に巨大化したのに並行して、中京地方と九州北部では、東方電力、関西地方では、宇治川電機が勢力を拡大。 さらに、電力の卸売を主体とする振興の、大道電力と日本電力と合わせ、電力業界では、五大電力と呼ばれる大手五社の勢力が著しく、伸長した。1923年5月、京浜電力が、あずさ川筋の発電所と横浜変電所をつなぐ 200km 長の長距離送電線を完成させた。 同線は送電電圧に戦前日本の最高電圧である1 5 4キロボルトを初めて採用した送電線である。以後宇治川電機以外の5大電力各社により 154KV 送電線が相次いで新設され、日本アルプスを水源とする諸河線の水力発電所から京浜、中京、京阪の三大工業地帯に対して大量の電力が長距離送電されるようになる。 こうした大規模設備は第一次世界大戦下の対戦景気を背景とした電力不足の時代に立案され、1920年代半ばに続々と竣工する。一定期限内の完成を義務付けられていたことから、この時期に完成が相次ぐものの、完成時には工芸期は過ぎ去っており、発電力の増加に対し需要増加の速度は遅く、その差が 余剰電力として堆積していった。余剰電力を抱えた電力会社各社は、その消化に努めて、時には同業他社の地盤への進出も狙った。こうして生じた電力会社間の紛争を電力戦という。この時期の紛争は、当時の低新省が電灯供給及び小口の電力供給については、既存事業者の地域独占供給を認める一方で、 大口の電力供給については独占の弊害を除去するためとして新規事業者の参入を許可したことから大口電力需要家の争奪戦という形で展開された。五大電力間の紛争で最初のものは中京地方における東方電力、日本電力の紛争である。1923年8月に日本電力が東方電力の地盤である。 愛知県名古屋市とのその周辺を電力供給区域へ編入する許可を得たことが発端となり一部で大口需要家の争奪戦を生じた。しかし本格化を前に東京進出を控える東方電力側が妥協し1924年3月日本電力との間に最大10万キロワットを受電するという大規模受電契約を締結したことで対立は解消された。 一方、京阪地方では、1922年に大道電力が大阪府下の大阪市、堺市などに電力供給区域を獲得した。両市を中心に一部区域が、宇治川電機の既存電力供給区域と重複することから、宇治川電機では、大道電力の大阪進出を深刻な脅威と捉え、大道電力の供給を制限するのと引き換えに、 同社から最大15万キロワットを受電するという大規模受電契約を締結した。こうして大道電力の脅威を抑えた内側電気であったが、大道電力との契約締結以前から受電契約があった姉妹会社日本電力との関係が悪化する。日本電力の電力供給区域も内側電気と重複することから対立の末に1926年9月末限りで、 受電契約が執行したのを機に激しい電力需要化争奪戦が始まった。電力戦は東京電灯の地盤であり、日本国内における電力需要の3割を占める巨大市場である関東地方にも及んだ。1925年5月、関西への送電を目的に起業された大道電力、日本電力の両者は共に東京送電線の建設を認可された。 うち大道電力は同時に、東京市内及び神奈川県吉次郡を電力供給区域として抑えており、これを脅威と見た東京電灯では受電契約を従来の2倍、近い5万キロワットに増加することで、大道電力の東京進出を抑制した。だが、翌1926年5月、東方電力が以下で消失する新会社、東京電力を要して、 東京進出を図ったことで、東京電灯を相手とする電力線が再び始まったのである。東方電力の東京進出を主導したのは、同社副社長の松永安左衛門である。東方電力は本社を名古屋電灯時代からの名古屋市より東京市へと移し、関東大震災後には消失した東京市内の商工業地区へと供給する。 東京復興電気会社の計画をまとめるなど、早くから東京進出を念頭に置いていた。さらに、復興電気会社の計画作成後の1923年10月、松永は新聞市場において、震災復興のための電気事業は、組織を根本的に改革し、定例、豊富な電気を永久に供給する方法を、高級するならば、震災前の水準の電気を、 従前の半額の料金で供給でき、近い将来には供給を5倍に増加させうるであろう、と述べて、東京伝統への宣戦布告をしている。松永が晩年に執筆した私の履歴書によると、東京進出の同期は、東京の電気事業の是正のためもあるが、正直なところは、理想実現を目指し自身の手で、電気事業を統一したいという野心があったためであると、いう。 東京進出の体制を整えるため、松永は早川電力、群馬電力の2社を東方電力の支配下に収めた。1924年12月25日、早川電力と群馬電力はそれぞれ株主総会を開き、両社の間で交わされた合併契約を承認した。合併比率は1対1。両社の合併を推進したのは、東京進出を目指す東方電力で、 早川電力社長と群馬電力副社長を兼ねる松永が仲介役となって合併を実現させた。早川電力の株主総会において松永は群馬電力は京浜電気鉄道から引き継いだ将来性のある有利な供給区域を持っており、この供給区域に対して早川電力も供給するならば有利であり。 さらに将来の電源開発に際して、群馬電力の送電網を活用して供給できるならば特策であるから、両者の合併は、東京やその付近の開発にとって必須である、という旨を説明している。監督官庁からの合併認可は、翌1925年3月4日付で降りた。東京電力上部、新道公平、1925年3月16日、 両者合併による新会社東京電力株式会社の創立総会が開催された。成立した東京電力の資本金は、早川電力の3000万円と群馬電力の1225万円を合わせた4225万円。東方電力はそのうち4割を出資し、会社の経営を取り仕切った。設立時。 東方電力との間に1 9 2 8年を目処に合併するという了解があったという。また、安田保全社が第二の株主で、金融関係は安田財閥の講演を受けた。社長は群馬電力社長の田島達作、副社長は松永安左衛門、専務は群馬電力の宮口武夫、常務は東方電力の振動公平と、 早川電力の結城安治がそれぞれ就任した。田島、宮口は安田関係の代表者で、金融方面、結城は貴族院方面、一年遅れて常務に就任した佐竹義文は、政党方面に対するいわば看板で、会社の実験は東方電力の松永や振動が握っていたという。本店所在地は東京市高島地区永楽町二丁目十番地。 本社社屋は A ラックビルディングである。その他神奈川県川崎市小賀通りに川崎営業所を静岡県浜松支店真町に浜松営業所をそれぞれ構えた。東京電力は設立直後から積極経営を展開した。まず1926年4月9日合併認可30日合併報告総会という 手順で田代川水力電気株式会社を合併した。同社は旧早川電力が株式の大部分を引き受けることで資本金500万円にて1922年8月4日に設立。早川開発に続く早川電力の第二期工事として計画されていた田代川の開発を担当していた開発会社であり、 合併時点では3つの発電所と川崎までの送電線を建設中であった。合併比率は1対1で、合併に伴う増資は500万円である。静岡電力社長、大川平三郎を続いて1926年10月12日合併認可、20日合併報告総会という手順にて、静岡電力株式会社を合併した。同社は九百二十年に富士聖から、 電気事業を譲り受けて開業した電力会社で静岡県中部や山梨県南部に供給区域を持ち他に静岡市営電気事業富士製紙などへ電力を供給していた地方の会社としては成績が良くこれを東京電灯に取られるわけにはいかないということで松永が合併を希望したという静岡電力の資本金1500万円に対し 合併に伴う東京電力の増資幅は1.4倍の2100万円であり、合併後の東京電力の資本金は6825万円となっている。東京電力が静岡電力を合併するのに先立ち、1926年5月に東京電灯が帝国電灯を合併した。帝国電灯は関東を中心に散財的ではあるが後半な。 供給区域を持っており東京電力でも関東進出の手段として合併を狙っていたことから、これを防ぐために東京電灯が先に合併したという。その前年に東京電灯が静岡県下の東洋モスリン電気事業部、富士水電を吸収したのも、旧早川電力や大道電力、日本電力など同業他社に吸収されて、 東京進出の足がかりとされるのを防ぐ意図があった。東京電力では合併 E 以外にも事業拡大策をやつぎばやに打ち出した。まず発足直後の1925年3月、大井川水系スマタ川の開発を計画するスマタ川電気株式会社の株式を取得し、松永が社長を兼任して経営を引き受けた。同社は1924年6月に、 資本金150万円で設立されたもので、三重県出身の実業家、熊沢和江が、発起人総大、初代社長であった。ついで1925年12月に、資本金1000万円で、工芸電力株式会社が設立されると、役員を送って、同社と提携した。同社は事業に失敗した工芸製紙を電力会社に転換すべく設立されたもので、 工下製紙を吸収の上、利根川水系片品川の開発に着手した。社長は、大川平三郎である。翌1926年10月、東京電力では完成した工下電力、副電発電所からの受電を始めた。さらに1926年12月25日、株式の大部分を握る、冒険会社として、資本金一千万円の菅川電力株式会社を、 設立した。同社は、東京電力と関東水力電気、東川電力の3社から推理券を集めて、起業されたもので、東京電力からは、家内発電所の上流側にある東川の未開発推理券3地点が提供された。菅川電力では開発計画を見直した上で、翌1927年11月に、松谷発電所を着工した。また、 冒険会社には他に、東京湾電気株式会社があった。同社は1926年5月20日に、資本金500万円で設立。早川電力の時代から電力を供給していた、浅野財閥系の東京湾埋め立てから、電気事業を分離させて立ち上げた新会社であり、神奈川県下の東京湾埋め立て地の内吉順軍、鶴見町、田島町領地先に供給した。 この捜査により、東京電力は、間接的に供給区域を拡大した形となっている。東京電力の東京進出を許可した、定心大臣、足立健造1926年5月24日、東京電力は、東京市郊外の南葛飾郡、南足立郡及び北豊島郡南千住町における、大口の電力供給を許可された。この地域への参入は、 東京方面への本格進出を図るためのものである。当時、上記地域は東京府内でも有数の工業地帯であり、大口需要が比較的密集して存在することから効率的な供給が可能で、その上盲石やモスリンといった負荷の高い工場が集中するため、東京伝統にとっても収益を支える重要な地域であった。実際に、 1926年上期の時点における東京電灯の同地域内の電力供給契約は約4万 5000kW に上り、東京電灯全体の電力需要の約13%に相当していた。東京電力がこの地域における電力供給許可を申請したのは前年8月に時の加藤孔明内閣が県政会単独内閣となってからで許可を与えた。 低信大臣は、足達健造である。東京電灯は副社長の若尾明八が、立憲政友会総務であるなど、立憲政友会系の会社と目されていたことから、東京電灯の重要地域への東京電力参入を許可したのは、政友会と対立する、県政会の投略である、との指摘がある。ともある南勝しか、南足達。 北豊島三軍における大口電力供給権を獲得した東京電力は供給体制の整備に着手。加内発電所から川崎へと至る、季節1 1 k 分送電線の途中から支線を分けて、南葛飾郡松江町に変電所を設置し、さらに二次変電所を郡大島町と東京市内本属、深川区の3カ所に配置して、群馬県下加内、 渋川両発電所からの電力と工芸電力からの受電を合わせた合計2 8 8 0 0ットをこの地域に供給することとした。さらに滑水時の予備として3万5 0 0 0ットの出力を備える火力発電所の建設にも着手している。実際の供給を始める前の1926年後半より電力料金の引き下げや文書による勧誘などを 伴う需要価格特競争が東京電力、東京電灯の間で開始された。東京電力では以下の点を自社の優位性として挙げて営業活動に努めた。上記のうち電力料金については東京電力は東京電灯よりも安い水準で販売するとした。これに対し東京電灯の側も料金の値下げに踏み切り、1926年6月1日から 東京電力の料金と同等の水準で供給を始めたほか優秀な社員を第一線に立てて顧客の維持に奔走した。1927年1月1日、東京電力は南葛飾、南谷立、北豊島三軍及び東京市深川区本直方面での電力供給を開始した。この地域で最大の需要家である南葛飾郡の 日清宝石への供給を東京電灯から奪い取るなど需要化を相次いで獲得するが一方で東京電灯の反撃にあって需要化を奪い返されるなど同社との間で激しい需要化の争奪戦を展開する。また群馬電力時代から競合していた京浜電気鉄道沿線地域でも1924年6月に 競争的行為を避けるという協定が締結されて、いたにもかかわらず競争が激しくなり、横浜選挙への供給を東京電力が奪うといったことが起きた。こういった激しい電力戦について、需要家側からは、東京電灯のみに頼ると無理を押し付けられるので、競争会社は必要である、と歓迎する意見が出ている。 東京電力の進出は、工場電化の進展や、電力利用の普及を促進したという面もあった。東京電灯から奪った、需要化も相当数あったが、全体の8割近くは新規の需要であったのである。富士製紙江戸川工場や日本電機、芝浦製作所などはそういった、新規の需要化である。京浜方面と合わせると、毎年3万キロワット以上の需要増加が見込まれる。 電力市場であったという。電力線の傍ら、1926年後半から、建設中の発電所が相次いで竣工する。まず1926年5月、建設中の早川第三発電所から川崎第一、変電所へ至る送電線が完成。翌1927年1月より、早川第三発電所が運転を開始し、 続いて、田代川第一発電所が8月に、田代川第二発電所が11月にそれぞれ運転を開始した。これらの水力発電所以外にも鶴見町の東京火力発電所が1926年12月に完成。1927年5月には発電機がもう一機完成して竣工している。東京電灯の中京地方進出を許可した、停心大臣。 も月づ介東京電力対東京電灯の電力線が行われていた当時、古代電力の一つで、卸売会社の日本電力も東京進出を目指し、東京への送電線を建設中であった。東京電力は、この日本電力と提携して、同社の東京進出に協力、愛好をして、東京電灯を攻撃しようと企てた。一方東京電灯は、大道電力から電力を購入し、 東京方面へと供給していたことから、大道電力は東京電灯の側についた。東京電力の親会社東方電力と大道電力は共に、かつての名古屋電灯を前身としており、大道電力は姉妹会社の競合会社に味方したことになる。東京電力発足半年後の1925年12月、大道電力取締役に、 東京電灯副社長の若尾明八が就任した。大道電力が自社の株式を東京電灯に引き受けさせたため、大株主となった東京電灯を代表して若尾が入ることとなったものである。ところが、東方電力もまた大道電力の設立の経緯から大株主であり、松永安左衛門も元から取締役に名を連ねていた。当時大道電力副社長であった。 マスダ次郎によると、東京電力を設立したばかりの松永は、若尾の大道電力入りに反対し、株主総会上でも大株主の立場を持って拒否しようと試みるほどで、先輩の福沢桃介に対して、無本を起こしたと騒がれたという。東京電力が東京郊外三軍での電力供給を許可された直後の1926年5月29日。 東京電灯の若浦幹部は、大道電力と協議し、大道が当時愛知、寄付両県における電力供給許可を申請していたところに、東京電灯も加わり、両者協力して、東方電力の地盤である、中京地方への進出を目指すことを申し合わせた。若浦はその足で、名古屋へと向かい、翌30日に、名古屋停心局に対して、 中京地方での電力供給許可を申請する。申請内容は、名古屋市をはじめとする愛知、三重両県下を供給区域とし、建設中の長和発電所を起点とする154、KV 送電線を仮設、同発電所などの余剰電力を電源として5万、キロワットを供給する、というものである。東京電灯のこの行動は、東京電力の東京進出に対する報復とされる。 6月には、名古屋営業所を設置し、需要価格特に向けて予備勧誘を始めた。しかしながら、東京電灯の申請は、翌1927年4月に、当局より却下され、中京地方進出の目論みはついえて5月に、名古屋営業所は廃止された。当時の内閣は、県政会の若槻礼二郎内閣で、申請を却下した、定信大臣は先に、 東京電力の申請を許可した足立健造である。だが、同年12月5日、東京電灯は再度愛知、三重良県下における電力供給許可を申請する。却下から再申請までの間に若月内閣が退陣して、立憲政友会による田中義一内閣が成立しており、新たに停信大臣となった持月啓介は、 再申請を12月28日に許可した。却下された申請が一転して許可となったのは若尾と立憲政友会の太いつながりが理由であるとされる。三井銀行常務池田茂明東京伝統会長里聖之助1927年1月に東京への本格進出を果たした東京電力では、それ以来東京、 川崎方面での供給成績を大きく伸ばし、1927年下期末の時点では1年前の実績の約2.5倍にあたる約7万7 0 0 0ットの電力を供給していた。会社全体での供給実績は、電灯供給71万5078等、電力供給13万1583馬力に及ぶ。 事業の拡張に伴い1927年下期の電力量収入は前年同期比1.5倍の407万円に拡大し、総収入は758万円となった。だが、供給設備の相次ぐ拡充に伴う固定資産の増加率に比べて、収入の増加率は伸び悩み、固定資産利益率についても東京電灯より低い4から5%で低迷した。つまり、 積極経営の効果が収益面で現れておらず、好調な経営とは言い難い状況であった。配当率で見ても、発足時の年率8%から1926年、上期に年率9%に増配されていたが、1927年、上期に元の水準に減配となっている。親会社東方電力の配当率は、同時期年率12%である。 一方、東京電灯では、東京電力との電力線の影響により1927年、上期より電力量収入が減少に転じ、同年下期の電力量収入は前年同期に比べ146万円、少ない1665万円に低下した。もともと、東京電灯の業績は、利益率が低下して、悪化傾向にあったが、電力線は、 さらなる利益率の低下をもたらしたのである。東京電灯でも1926年下木から年率9%配当であったが、1927年下木より年率8%に減配した。電力線による東京電力、東京電灯両社の経営悪化に両社に対して巨額の融資をしていた金融機関が危機感を抱き始める。 1927年下起の時点で、社債、借入金、支払い手形を合わせた、負債額は、東京電力が8947万円、東京電灯が2億4839万円に、達しており、これらの資金は主に三井銀行、三菱銀行、安田銀行などの金融機関によるものであった。さらに、東京電灯の場合は、 外債の発行から国外にも再建者があった。1927年3月に昭和金融恐慌が発生すると電力線の激化は金融機関を巻き込んで日本の金融システムそのものを危機に陥れる可能性も生じたため金融機関のみならず大蔵省や日本銀行などもこの問題を注視するようになる。こうした状況を受けて三井銀行筆頭常務 池田重明や安田銀行副当取、結城豊太郎が東京電力、東京電灯の和解、合併の圧戦に乗り出した。特に東京電灯に対しては池田が人事にも介入し、1927年7月に合成の助を会長に就任させ、阪急電鉄創業者の小林十三を取締役として入れて経営改革に当たらせることとなった。 両者合併への動きは7月に始まるが、9月になっても両者の意見の隔たりが大きく合併への合意には達しなかった。1927年12月になると、金融強行の影響により、両者とも建設資金の調達に急するようになったことから、合併に関して歩み寄りが見られた。池田の圧線もあり、12月13日には、 以下の合併条件に対し両者間の同意が概ね得られた。大詰めを迎えた段階での問題点として、東京電力の親会社東方電力は直前に東京電灯が中京地方への電力供給許可を申請していたことを取り上げ、東京電灯に対し申請を撤回するよう求めたが、同社は譲歩せず合併交渉は紛糾した。また、東京電力は 取締役兼営業部長の振動公平も東京電灯に引き継ぐよう求めたが、これも東京電灯側は拒否し、両社の関係は一時険悪なものとなった。年末になると、両社の歩み寄りが見られ、両社は合併実現まで攻撃的な行動を取らない、振動については社員として引き継ぐが出社、執務させないという妥協がなり、合併への手続きが進められた。 そして12月24日、東京電力社長、田島達作と東京電灯社長、若尾明八の間で両者の合併契約が締結されるに至った。東京電灯副社長についた小林131927年12月24日付で、東京電力と東京電灯の間に締結された合併契約の概要は以下の通り、 翌1928年1月16日、両社はそれぞれ臨時株主総会を開き、蒸気合併契約の承認を得た。2ヶ月後の3月22日には、低審商からの合併認可も得ている。この認可に際し、需要化の便利を図って独占的にならないこと、料金を速やかに統一すること、という条件が付けられ、東京電灯は、 需用化に対する既存契約を料金を改定せず、そのまま引き継ぐこととなった。そして、期日通りに1928年4月1日付で、両者の合併は実行に移される。同年5月18日付で、東京電灯側にて、合併報告総会が開かれて、合併手続きが完了し、同日をもって、東京電力は解散した。合併に伴い、 東京電灯では、東方電力の持ち株比率が高まり、同社系列の東方証券が、全株式のうち4.6%を保有する、筆頭株主となり、東方電力本体も1.7%の株式を持つ大株主となった。合併時の合意の通り、合併報告総会にて松永と宮口武雄が、東京電灯取締役に就任している。合併により、 水力9万3 2 4 7キロワット、火力 48,150kW に及ぶ発電設備をはじめとする発送変電設備は東京電灯に引き継がれた。東京電力の合計会社については、東京湾電機は東京電灯傘下に入り、関東地方の工芸電力と群馬水電は東京電灯へ供給する発電会社として存続したが、大井川電力は 東方電力の参加に残った。東京電灯社内では合併手続き中の1928年3月に副社長となった小林13によりさらなる経営改革が進められた。東京電力の合併に伴い継承した諸設備によって電力の運用効率が改善されて供給コストの低減をもたらし、電力線の集結による無理な料金値下げに、 歯止めがかけられたことと合わせて一時的に経営の安定につながった。しかし1929年9月、日本電力が南葛飾、南足立、北豊島三郡と横浜市鶴見区における電力供給を許可され、翌年より実際に供給を開始したことにより、今度は日本電力との間で需要化争奪戦を改戦した。対日本電力の電力戦は、 東京電力の時とは異なって既存事業家の争奪戦が主体であり経営への影響はより大きく東京電灯の業績低迷は続いた日本電力との対立が集結するのは池田、結城や低心省の圧戦で営業協定が交わされた1931年7月のことでこれをもって全国的に電力線が収まったまた東京電灯は 東京電力を合併してから1年以上が経過した1929年10月、1927年12月末に、電力供給の許可を受けていた中京地方進出へ、動き出し、名古屋営業所を再設置した。東京電力との電力線は終結していたにも、かかわらず、東方電力への攻勢を仕掛けたのは、社長、若尾明八の強い意向のためという。 名古屋と北半島の岡田、三重県北部の富田の3カ所に変電所を設置、知らせ発電所を起点に送電線を仮設し、同年12月より、中京地方での供給を開始した。だが1930年6月、中京進出を主導した若尾が、業績不振で社長を解任され、会長の合成之助が、会長兼任で、 公認社長に就くと、社内の状況は一変し、当時不況下であったこともあり、二重投資を避けるとして、中京地方からの撤退が決定した。1930年12月に、東方電力への事業譲渡認可があり、中京地方の事業は発電所を除いて同社へと譲渡された。譲渡資産は、総額348万8716円90銭。 供給実績は約 800kW 程度で東方電力と競争するほどにはなっていなかったという。以下、遠隔の内電新会社時代を含めた発電所の開発史について記述する。家内発電所東京電力の発電所の内群馬県に位置したものの一つが家内発電所である。旧群馬電力が群馬群近島村大技家内にて1920年4月に着工。 二年半の後期を経て1922年11月に完成させた。送電開始は12月26日付である。発電所出力は1万800キロワットであり、送電線は東京方面への群馬線が接続した。利根川水系東川を利用する水力発電所の一つで、東川では下流寄りにあり、上流側に群馬水源が計画する箱島発電所。 下流川に、下記の渋川発電所が立地する。取水口位置は、あず郡東村、大あざ箱島で、水路、発電所ともにあず川上岸にある。このあず川は、支流域に草津温泉があり、ここからの水が素川を経てあず川に合流することから、水質が酸性を帯びるという特徴があった。このため工事への懸念から、水力発電計画が長年立てられないでいたが、 旧群馬電力創業者の田島達作は、放置されていた東川の有効活用を志し、1906年に県内有志と共に東川の水利権を申請した。前後して、浅野総一郎も出願しており競り願いとなったが、検討局の調停によって妥協がなり、同年9月、菅川合流店の下流に入りにある松谷を境界として、上流側は、浅野側、下流側は、 田島川にそれぞれ水利権が許可された。田島川は早期着工を目指すものの、浅野川発電所の放水路より取水する設計を採用したため浅野川が寄港しないうちは着工できなかった。しかしその間に東川の各地を調査した結果、下流の河内、渋川地点であれば、酸性の下水の影響による金属腐食の恐れはなく、工事に、 全く支障はない、との結論を得たため先行機構の運びとなった。河川の特性上、完成した家内発電所の水車には、耐酸性のものが採用されている。1928年時点における家内発電所の設備等は以下の通り。東京電灯への合併後、家内発電所は1941年10月に、東京電灯から日本発送電へと出資された。 続く太平洋戦争後1951年に行われた電気事業再編成では東京電力に継承されている。家内発電所と共に群馬県に位置した発電所が渋川発電所である。元は旧群馬電力の姉妹会社、あずま電機が計画した地点だが、旧群馬電力がこれを吸収し、家内発電所建設に続く。 第2期工事として1923年1月、群馬群近島村大技阿久津にて着工した。2年後の1925年2月に落成し、2月22日より、試運転を始めたところ滑水機に当たり電力不足が生じていたため直ちに送電が開始された。完成後検査の終了は、東京電力発足後の同年4月である。 利ネ川合流点に近いアズマ川最下流部の岩に立地する。家内発電所の放水を利用する。発電所で日本で最初の再本式水路を有するという特徴もある。発電所出力は 5800kW。1928年時点における渋川発電所の設備等は以下の通り。家内発電所と同様に1941年。 東京電灯から日本発送電へ出資され、戦後は東京電力に継承された。早川第一発電所山梨県を流れる、藤川水系早川の名を冠する3カ所の発電所で、最大規模のものが早川第一発電所である。所在地は南駒郡五河村大和座ク坊。旧早川電力の第一期工事として、呉レ発電所の名で建設されたもので。 1920年秋に着工、1923年6月末に完成し、7月15日より運転を開始した。1年後の1924年4月には4号発電機も完成している。発電所は、藤川本流との合流点から4キロメートルほど、早川を遡った場所の佐賀川に位置する。 その取水口は早川をさらに約 20km、遡った南駒郡三里村大技にいくらにあり、この間に約 10km の導水路を通している。導水路は完成後の改造により途中の渓流からも取水可能である。導水路集団がつながる、上部水槽は調節地の機能を併せ持つ。発電所出力は当初に万キロワットであったが、取水口の直上に、 下記の田代川第一発電所が建設されると、水量増加によって早川第一発電所の出力も2 5 1 0 0ットに増加した。1928年時点における早川第一発電所の設備等は以下の通り、東京電灯への合併後の1928年末、一部設備の改造により、発生電力の周波数が 50Hz から60。 ヘルツへと転換された。1941年10月に東京電灯から日本発送電へ出資され、戦後1951年に東京電力へと継承されている。早川第一発電所に関連する発電所に早川第二発電所がある。これも早川から取水する発電所であり、南駒郡と川村大麻穂に取水口。 鈴木島村大技大島に放水口をそれぞれ設ける。どちらの場所も早川第一発電所の取水口から発電所までの間にあたる。旧早川電力最初の発電所として大島発電所の名で建設され、1921年1月に完成、2月より運転を開始した。翌1922年時点での発電所出力は最大2 1 0 0ットで、 電用車製、フランシス水車とシワウラ製2 5 0 0ルトアンペア発電機各1台を備える。発生電力は、クレツボ発電所の工事に用いられたほか、地元のミノブ電灯にも送電された。その後1923年7月に、クレツボ発電所が運転を開始したのと同時に、運転を休止した。低の資料には、年時点では、 出力4 5 0ットで休止中、東京電灯合併後の1939年時点では、出力1 4 8 7ットで休止中とある。早川第一発電所などと同様に、日本初送電へと出資されるが、1944年8月に廃止された。田代川第一発電所と早川第三発電所。手前は早川第一発電所取水園定。 早川にて最後に建設された発電所が早川第三発電所である。所在地は南駒郡三里村大座にいくら。旧早川電力第二期工事の一環として別会社田代川水力電機によって着工され、東京電力による九州後の1926年12月下旬に完成、翌1927年1月中旬に送電を、 開始した。取水地点は、南駒郡西山村、大浅下湯島にあり、ここから、早川左岸に沿う、約5トルの水路にて発電所まで導水する。発電所の対岸に田代川第一発電所が、立地するほか、すぐ下流には早川第一発電所の取水口があり、発電所放水路は川底に通された田代川第一、発電所放水路と合流した上で、 早川第一発電所取水口に直結している。発電所出力は6 6 0 0ットであり、周辺発電所に比べると小さいが、田代川第一、第二両発電所の発生電力を集め、自所の発生電力と合わせて昇圧し、東京方面へと送電する役割を持つ。1928年時点における、早川第三発電所の設備等は、以下の通り、 早川第一発電所と同様1941年に東京電灯から日本発送電へ出資された。戦後は東京電力に継承されている。大井川上流部から取水し、分水嶺を貫いてその水を藤川水系早川に流して発電するという設計に基づく上下2カ所の発電所のうち下段のものが田代川第一発電所である。上記の通り、 南駒郡三里村大技、新倉の早川第三発電所大河に位置する。田代川水力電機による建設中に東京電力へと引き継がれ、1927年8月に運転を開始した。発電所出力は最大 15,500kW である。そもそも大井川の水を早川に落として発電するという構想は、1906年より、 設立計画が進められていた日英水力電機が取り上げたのに橋を発する。その後旧早川電力が早川第一発電所の建設に続く第二期工事として大井川の水を早川へと導水することで2900尺余りの大きな有効落差を得て発電するという計画を立て、別個に田代川水力電機を設立して事業に着手した。その中で洞水路を 上下2段に分割し下段においては、早川支流の軽流3箇所からも取水して、発電力を増加するのが有利と判断されたため、田代川第一、第二両発電所の建設となったのである。取水口、発電所位置は異なるが日英水力電気の構想が、形を変えて実現したものと言える。1928年時点における田代川第一、発電所の設備等は、 以下の通り、東京電灯合併後の1929年1月に出力制限解除に伴う1 6 7 2 3ットへの最大出力変更が許可された。田代川第二発電所と共に1941年に東京電灯から日本発送電へ出資された後、戦後は東京電力に継承されている。 タシロダム調整地空中写真国土交通省国土、地リーン地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。タシロ川第一発電所とタイになる、上段川の発電所が、タシロ川第二発電所である。所在地は、南駒郡三里村大畑にいくらで、早川本流から離れたタシロ川第一、発電所製法に立地する。 同発電所に続いて1927年11月に運転を開始した。発電所出力は最大2万862キロワットである。大井川の取水口は静岡県安倍郡飯川村大技田代に位置する。周囲は川が U 字型に蛇行する部分であり、この地形を活かして U 字型部分の両端に円邸を設けてその間を 有効貯水量18万9000立方メートルの調整池として使用している。調整池に入らない余水は、蛇行を短絡する形で開作された約21メートルの落差を持つ洪水路により放出される。取水口は下流川園庭の左岸に開いており、ここから県境の分水嶺を貫く約5キロメートルの導水路が伸びる。 導水路の途中には、早川支流の経由から取水できる地点がある。また発電所放水路はそのまま、下流、田代川第一発電所の取水路につながっている。1928年時点における田代川第二発電所の設備等は、以下の通り。東京電力では、需要地側にあたる神奈川県川崎市に2カ所の火力発電所を運転した。 一箇所目の田島火力発電所は、旧群馬電力が計画したもので、1924年に着工、東京電力発足後の1925年12月に、竣工した。運転開始は、翌1926年1月初旬である。所在地は、川崎下島町、発電所出力は1万キロワット。水力発電事業においては、大正時代中頃より、 使用水量を河川の滑水量ではなく、平水量に合わせて設計するのが一般化した。その結果、単位あたり建設費が安くなる一方で季節により、発電量に変動が生じる。この差分を特殊電力といい、供給先は第一次世界大戦期においては、数年創業を必要としない、電気化学工業が定番であったが、戦後は同方面の需要が減退したため、 一般需要に振り向けるべく滑水機には火力発電所を運転し発電量を一定化するという操作が一般化していく。田島火力発電所も同種の意図をもって旧群馬電力が計画したものである。1928年時点における設備等は以下の通り、田島火力発電所の廃止時期は不詳。低新章の資料には1939年時点での 東京電灯発電所一覧に出力 8000kW の予備発電所として記載がある。発電所跡地に立つ関日川崎市内にあったもう一つの火力発電所が東京火力発電所である。これも滑水器における水力発電量減少を補給するための発電所であり、旧早川電力によって計画された。従って早川 田代川での水力開発に対応する関係にある、景品運河に面する、埋め立て地に位置する。工事は1925年2月設計開始、7月末、基礎工事開始という手順で着手される。工事中は、工期短縮のため昼夜健康、建築工事と機械の据え付けを同時並行で施行された。1年半後の1926年12月、 中旬に発電機2台のうち1台がまず完成。月内に検査を終え、翌1927年1月より営業運転を開始した。残る1台の工事も、同年5月末には完成。6月上旬に検査が完了している。当初の認可出力は3万5 0 0 0ット。これに対し機械容量は7万キロワットであり、最大14万キロワットまでの拡張に対応する。 主要機器は東方電力が名古屋市に建設した名古屋火力発電所と同種のものを備える。1928年時点における設備等は以下の通り、東京電灯合併後は鶴見火力発電所と称する。東京電灯時代の1934年から1936年にかけて大規模な増設工事が行われ発電機計4台を 要する最大出力1 7 8 5 0 0ットの火力発電所となっている。1939年4月の日本発、送電設立と同時に同社へと出資され、戦後は東京電力に継承されたが、1965年に1.2号発電機が廃止となり、1984年には残る設備も廃止された。 東京電力では発電所建設とともに送電線、変電所の建設も順次進めた。主要な送電線には、群馬本線、早川本線、田代本線があった。その概要は、以下の通り。また、東京電力の自社設備ではないが、親会社の東方電力により1925年7月、名古屋火力発電所と浜松変電所をつなぐ。 送電電圧 77K v の浜松送電線が完成した。1927年5月時点では、浜松変電所における東方電力から東京電力への供給口は9 0 0 0ットで、これは東京電力社内では、工芸電力からの受電に次ぐ規模の購入電力であった。これまで記述してきた9カ所の自社、建設発電所以外にも、 東京電力は合併により引き継いだ発電所を群馬、山梨、静岡、愛知の4県に構えた。当該発電所の一覧は以下の通り、以下遠隔の内供給の推移について詳述する。東京電力では東京府と神奈川、群馬、山梨、静岡、愛知の5県に供給区域を有した。その中で事業規模が大きかったのは東京、 神奈川方面における供給である。同方面の供給区域には、伝統用電力の供給が認められる、伝統電力供給区域と、それが認められない、電力供給区域の2種があった。伝統電力供給区域、まず、伝統電力供給区域については、旧群馬電力が1923年5月に、京浜電気鉄道より譲り受けた地域にあたる。 京浜電気鉄道より譲り受けた供給区域は以下の通り、上記範囲の内江原郡の全域と羊群鶴見町、牛尾田町は東京電灯の電灯電力供給区域と重複している。江原郡まご町、池上町に限っては東京市営電気供給事業の電灯電力供給区域とも重なる。なお、羊軍の内川崎、三雪、大市、 田島、鶴見、牛尾田の6町村は、京浜電気鉄道の事業を譲り受ける前から旧、群馬電力の電力供給区域に含まれた。京浜電気鉄道の県営電気供給事業は、大森、川崎間の電車を回数させたばかりの同社が1901年8月より、大井町、入荒町、大森町を供給区域として開業したものである。 路線網の整備が一段落すると供給事業の拡大に乗り出して1909年10月より、鎌田町、川崎町などでも開業し、順次供給を拡大していった。旧群馬電力への移管後、1923年9月1日に関東大震災で被災。営業所や変電所の故障を生じたが、停電は短期間で、電灯は6日。 動力供給は8日には再開した。電力供給区域一方電力供給区域については、旧早川電力から継承した地域、旧群馬電力から継承した地域、東京電力発足後に許可を得た地域の3つがあった。第一の地域は、旧早川電力が1921年7月に日英水力電気より譲り受けた東京府内の区域である。 これには一構内につき50馬力以上の電力供給に限るという条件がつく。該当区域は以下の通り。第2の旧群馬電力から引き継いだ地域は神奈川県横浜市内の一部が該当する。ここでは一構内につき100馬力以上の電力供給に限るという条件がつく。前身の京浜電気鉄道でも横浜市内において、 朝の造船所線挙部に供給していた。上記に地域を電力供給区域として発足した東京電力では、東京府、神奈川県の全域並びに埼玉県の大部分を電力供給区域に追加する許可を申請した結果、1926年5月24日、東京府内の下地域に限り一校内50馬力以上の電力供給区域とする許可を得た。 これが第3の地域である。以上の電力供給区域についても全域が東京電灯の電灯電力供給区域と重複する。加えて東京府内では東京市営電機や多摩川電気鉄道、王子電気軌道の供給区域と重なる部分がある。東京府下の地域では東京電力発足後に順次配電線工事が進められた。南部においては 1926年5月に、目黒変電所が完成し、順次、品川町内や東京市内芝区の芝浦埋め立て地へ伸びる配電線が施行される。東部においては、市内本所区、深川区並びに、南葛飾郡大島町に配電すべく、南葛総電線小松川変電所に連絡する、本所、深川、大島の3変電所が建設され、 1927年1月1日より、変電所工事中の京橋区月島と合わせた4、地域で廃電が始まった。さらに1927年3月には、南葛飾郡寺島町にも変電所が追加され、同地での廃電も開け始まる。同年4月には、寺島変電所から、南葛飾郡亀青村の亀有方面への廃電も開始されている。 電気事業者への供給東京電力では他の電気事業者に対しても積極的に電力供給を行った。先に東京方面への進出を果たした旧群馬電力では当初京浜電気鉄道に対し供給用、電鉄用として6 0 0 0ットを供給する契約を結んでいた。鉄道専業となった後の百二十七年五月時点でも同社に対しては 電源のすべてを供給する。旧群馬電力ではさらに市内電車と供給事業を経営する東京市に対しても1924年2月から2 0 0 0ットの送電を開始した。市への供給は徐々に拡大し、東京電力時代には最大9 0 0 0ットに達するが、市営事業の主電源である絹川水力電気からの供給に比べると小さい。 1924年7月に東京方面への送電線を完成させた旧早川電力では、まず同年9月19日より東京湾埋め立てに対し3 0 0 0ットの送電を開始し、ついで川崎変電所の完成に伴い10月16日より旧群馬電力に対し3 0 0 0ットの送電を始めた。このうち東京湾埋め立ては羊群田島町。 牛尾町領地先にて、埋め立て事業を展開しており、自社埋め立て地に進出した、浅野セメント、川崎工場、浅野造船所、日本交換などの工場に対し佐コ川水系の、落合発電所を電源として供給していた。1927年5月時点でも、東京湾埋め立ての電気事業を引き継いだ、東京湾電気に対し引き続き 3000kW を供給している。 上で取り上げた事業者以外にも、1927年5月時点では、富士電力、小田原急行鉄道、目黒蒲田電鉄といった大口需要化があった。東京府、神奈川県以外の供給区域は、群馬県の一部、山梨県南部、静岡県中部、西部、愛知県の一部にあった。以下、順に供給区域一覧と、全身事業者の概要について述べる。 供給区域一覧1926年12月末時点における群馬、山梨、静岡、愛知の4県における供給区域は以下の通りである。いずれも伝統電力供給区域で電力供給区域はない。全身事業者の外洋東京電力の供給区域は会社合併によって継承した地域がほとんどである。ここでは旧早川電力、 群馬電力時代も含めて、東京電力が吸収した群馬、静岡方面の電力会社について、改めて記述する。尾光東京電力を吸収した東京電灯は、合併から14年経った1942年4月、廃電灯政令に基づく、国策廃電会社関東廃電へと吸収された。ついで同年10月に廃電会社間の供給区域交換が行われた際、 配電統制の過程で作装していた関東配電区域と西隣の中部配電区域の境界は静岡県内では富士川と定められ元東京電統区域であった静岡県内富士川伊生の地域及び愛知県東かも郡松平村は中部配電へ移管されたその後太平洋戦争後の1951年に電気事業再編成が実施されると 関東配電区域を引き継ぎ、東京電力が中部配電区域を引き継ぎ、中部電力がそれぞれ発足した。したがって、かつての東京電力の供給区域は、戦後は富士川を境に、東が東京電力、西が中部電力に分割されている。早川電力、群馬電力及び東京電力の供給成績は、下表の通り。決算機は三社とも。 毎年5月11月であり、上木は前年12月から5月までの6ヶ月間、下木は6月から11月までの6ヶ月間となる。東京電力では、群馬県内において、電気軌道を県業として経営していた。区間は、群馬郡渋川町から、東郡中野城町までの間で、キロほどは21.30キロメートル。 旧群馬電力が1924年10月27日付で、東ず道機動株式会社を合併したことで、県営事業となったものである。前身は1912年7月に開通した馬車鉄道である。東ず道機動株式会社が建設したもので、当初は群馬群庁小村大技、吹屋技、小井沢の殿機動分岐点を起点として、 中野城町大和在瀬町の臨床寺前に至る1 8 0 4トルの軌道であった。渋川、小井沢間は、都ネ軌道と共同しようとすることで、渋川、中野城間の運行とされた。電化開業は8年後の1920年11月である。旧群馬電力が、東軌道を合併し、軌道事業を直営化した目的は、かない。 渋川両発電所の上流側を開発するに、当たりその資材輸送に充てるためである。合併後の1925年3月6日付で、都根軌道が廃線となったことから、共同仕様であった渋川、小井沢間を自社路線としている。ついで1927年には、上越線渋川駅前までの延伸工事が進められ、10月1日付で開業を見た。軌道の期間は、 バ車鉄道時代のまま 762mm 機関を採用。軌道用の直流を出力する変電所として、群馬郡小野上村に村上変電所を構えた。車両は24人乗りの木造電車4両と16人乗りの木造付随車6両、電気機関車3両、それに貨車を保有していた。1927年下起の乗客数は49,215人。 同期の事業収入は19,441円を上げたが、これは総収入の0.25%に過ぎず、収入利子、有価証券収益の金額よりも少ない。渋川、中野城館の軌道は、東京電力を合併した東京電灯も引き続き、経営したものの、6年後の1934年9月30日付で、廃線となっており、現存しない。 東京電力では以下の14名が取締役を務めた。東京電力では以下の6名が取締役を務めた。富士製紙の持ち株は三菱工業などで引き受けた。設立時の所在地は麹町区有楽町一丁目一番地。1924年4月に麹町区永楽町一丁目一番地の東京会場ビルへ移転。当初の所在地は 京橋区西高野町3番地。関東大震災で事務所が全焼したため、高島地区永楽町2丁目10番地の永楽ビルに仮移転の後、翌1924年5月正式に同地へ移転。一般の事業家に直接供給せず、発電、送電、変電設備を保有して、大量の電力を他の電気事業者に供給することを、電力の卸売りという。 逆に一般需要会の配電設備を持ち電灯、電力の供給をなすことを小売りという。箱島発電所は戦後の東京電力によって1951年11月に完成した。1921年11月供給区域に追加。1921年10月大技、しらせを供給区域に追加。加えて1925年1月。 産業組合を通じて、知らせ発電所より、村内の未配電集落に供給開始、戦前戦後、ありがとうございます。